ただいま。影千代か。おかえり。あ？なんだよ。今朝と随分印象が変わったな。一瞬別人かと思ったぞ。ああ、実は陰キャをイケメンに変身させてみたって動画の出演依頼が来てな。まあちょっとイメチェンってやつ。イメチェン？影千代はそんな能力も持っていたのか。いや能力じゃねえし、美容室行ってきたの。なあ率直に聞くけど、この髪型どう思う？いいんじゃないか、似合ってると思うぞ。だよな、俺もこれを写真で見た時ビビッときてさ、思い切ってやってみたんだよ。いや変じゃなくて安心したわ。影帰ってきたの？来た。女子の感想、女子の感想はどうなんだ？あれ、なんか普段より大人っぽい。おう、だろ。じゃあ私依頼もないし帰るね。影も宿題やりなよ。反応薄くね？周りの反応。ねえ、あれ見た？影千代くん雰囲気変わったよね。陰キャオーラが薄まっていい感じじゃない？髪型だけで変わるんだね。てか耳まで赤くしちゃって可愛い。聞こえてるのかな？やっぱ今の俺イケてる。影千代、何があったんだ？貴様さては影武者だろう。違うっての、美容室行っただけだし。寺の宮座で変身したんだね。キシャ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 キシャキシャシャシャキシャ。そうだ、友達紹介クーポンもらったからお前らも。いや悪いけど影千代、お前とは今日でお別れだ。は？貴様は1000円カット以外で髪を切った。そんな男とは価値観が合わない。俺は眉毛を整える男は信用できない。あと女子に肝がられないのもムカつく。キシャ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 キシャキシャキシャシャシャキシャ。もともとがひどいから上がり幅が大きくてかっこよく見えてるだけだよね。キモファイブに雰囲気イケメンはいらないんだよ。お前らそれでも友達かよ。影、先生が次の授業で使う教材運んでって。ほら時間ないんだから急いで。あーめんどくせー。影千代くんお疲れ様。あとはこっちでやっとくよ。マジで？いやイケメンになると世界って変わるんだな。こんなことならもっと早くイメチェンしときゃよかったぜ。影がイケメン？ないない、ありえない。全力で否定された。本当のイケメンは女子に平気で重いもの持たせたり自分でイケメンとか言ったりしないでしょ。うっ、影は見た目が変わっただけじゃん。ヒサのやつ好き放題言いやがって。俺だって本気出せば。ねえ二人とも、さっきオーナーから水族館のチケットもらったんだ。週末行かない？すまない、その日は先約があるんだ。そっか、じゃあ影は？休日にわざわざ人混みかよ、めんどくす。あ、この発想って陰キャっぽいよな。ああ久しぶりに魚見てみたいな。行く行く、絶対行くわ。ほんと？一人で行くの寂しいしよかった。ヒサも喜んでる。これだ、これこそ真のイケメン。よし、週末は中身までイケメンになった俺で完璧な一日を過ごしてやるぜ。それならヒサも認めるはず。女子とお出かけ。週末。うわ、まだ来ねえのかな。ヒサ、今日は早起きして美容院で髪セットしたし、服もイメチェン動画で見立ててもらったやつ、そして女子を待たせないように約束の30分前に到着。さすがに完璧じゃねえ。ヒサがどんな反応をするか楽しみだぜ。影もう来てたの？絶対私の方が早いと思ったのに。それは、今日が楽しみで仕方なかったからな。影ってそんなに水族館好きだったっけ？まあな。だからいつもの服じゃないんだ。おう、気合い入れてきたからな。その、どう？いいんじゃない？それよりバス出ちゃうよ、急ごう。それだけ？もうちょっとよく見ろよ。ほら髪とか。いやフード被ってるから見えないし。イケメンのデート。わあ、見たことない魚がいっぱいいるよ。そうか、俺はほとんど知ってるけどな。影って本当に水族館好きなんだ。昨日の夜寝ずに海洋生物図鑑で知識を叩き込んできた成果見せてやるぜ。
わあ、かわいい。ご飯もらうために一列に並んでる。知ってたか？ペンギンは魚を必ず頭から飲み込むんだぜ。え、どうして？魚のヒレや鱗が喉に引っかかってうまく飲み込めなくなるからだ。ちなみにペンギンの口の中には鋭い突起がたくさんあって、一度飲み込んだ魚を刺して逃がさねえようになってんだってよ。そうなんだ。ちょっとグロテスクだね。それにペンギンの翼はすごく分厚くて、叩かれたら人間でも骨折するくらい力が強いんだ。あんなに可愛い見た目なのに意外と怖いところもあるんだね。うわ、女の子引いてんじゃん。かわいそう。うんちくとかマジでいらねえよな。そうそう、見てるだけで十分だし、ああいう男と来たらガチで萎えるわ。そうなの？物知りって褒められると思ったのに。そろそろ他のところも見に行こっか。くそ、次は挽回しねえと。見るところが多くて迷っちゃうね。次はどこ行こうかな。あー、お昼のアシカショーがいいんじゃね。え、でもまだ結構時間あるよ。いや、結構人気だから早めに行って前の席取っといた方がいいんだよ。そうなんだ、じゃあ行こう。あのアシカ輪投げしてるよ。上手上手。よっしゃ、最前列。ヒサも楽しんでるし完璧だ。それでは次は観客の皆さんにもご協力をお願いします。そこのカップルさん、いいですか？え、私たち？どうする？私はいいけど、影は目立つのとかあんま好きじゃないよね。これはイケメンアピールチャンス。まあここで断るとしらけるだろ。せっかくだし行こうぜ。では皆さんにはアシカとキャッチボールをしてもらいます。うまく投げられるかな。大丈夫だって、心配すんなよ。それは私のセリフだよ。注目され慣れてないのが悲しいほど伝わってくるね。頑張れ俺。かっこよくボールを投げて、ヒサがドジったらフォローもして。じゃあ僕、思いっきり投げてみてね。わかった。影、大丈夫？うちの足がすみません。いやいや、別にいいっすよ。運が悪かっただけなんで。気にしないでください。せっかくの服が全然うまくいかねえな。夜の公園。大丈夫？寒くない？心配すんなって。せっかくの楽しい気分が台無しになるだろ。でもそれよりさ、たまには外で飯でも食うか。実はレストランを予約してたんだけど、さあこの格好じゃ無理か。影、それならこういうのはどうかな。テイクアウト対応してくれてよかったね。悪いな、ヒサ、気使わせちまって。ううん、予約してくれてありがとね。それにこんな公園があるなんて知らなかった。綺麗。ああ、夜景スポットなのは知らなかったけどな。じゃあ発見できてラッキーだったね。なあヒサ、ちょっとベンチに座ろうぜ。影、急にどうしたの？食べるならもう少し向こうで。いいから、ちょっとじっとしてろよ。すぐ終わるから。終わるって何？何が？やっぱヒサ靴ずれしてんじゃん。え、どうせヒサのことだから俺に悪いとか思って言わなかったんだろ。だって影、珍しくいろいろ準備してくれてたし。だからって我慢しすぎだろ。このまま歩ったら明日大変だぞ。なんかごめん、おんぶまで。ま、これで最後くらいカッコついたろ。今日は全然予定通りに行かなくて、イケメンとは程遠かったしな。やっぱりそれ意識してたんだ。私は楽しかったよ。影が慣れないことしてるの面白かったし。もう二度としねえわ。冗談だから怒らないでよ。本当に楽しかったってば。また行こうね。いつかな。数日後。影、髪型元に戻したんだ。うん、毎日セットするのがだるいし、女子が話しかけてくるようになって怖いだそうだ。やっぱり影は影のままだね。影千代が元に戻って残念か。ううん、髪型が変わっても中身は一緒だし。まあどんな姿でも影には影のいいところがあるから。うん、そうだな。